競馬の歴史では、日本の四国地方における競馬の歴史について記述する。高知県においては明治以前から、採点競馬が、盛んに行われていた。1884年に、当時の県令だった、田辺義明の招きで、宮内庁長目手町の目方宮美州の弟、正義と、その門人だった競馬の名手である聖野城の、来県によって、さらに盛んとなり、 1886年には国道開通を記念して高知公園東側広場に円形の馬場を建設してこれを梅が馬場と名付け県内から100頭余りの馬を集め4日間にわたって競馬が行われたそれ以降も農寒期になると田畑を掘り上げて設置された臨時の馬場を用い盛んに競馬が行われたさらに1908年に 競馬規定が制定されると、県内の数箇所に常設の競馬場が設けられ競馬が行われるようになった。なお1901年、野木マレスケが女王馬とどろき号を馬筆改良のために、県に寄贈した。同馬は種母馬として非常に優秀な成績を収め、三区は師団長馬と呼ばれた。1916年、南海馬筆改良株式会社が、 高知市三橋市通り5丁目に一周約800メートルの競馬場を建設し、1921年から同競馬場において、高知建築産組合連合会が定期的に競馬を開催するようになった。当初は高知県内生三馬の能力が著しく低かったために公認競馬で競争経験のある馬に立ち打ちできず、速報競争は県内三馬限定競争とされた。 1927年に地方競馬規則が交付された後は地方競馬として競馬の開催は続けられ、同年春からは土佐山田競馬場においても地方競馬が行われるようになった。なお土佐山田競馬場における開催は1933年春をもって廃止となり、代わって長浜競馬場において開催されるようになった。1939年、 軍馬資源保護法交付により、地方競馬は、軍用保護馬鍛連競争に切り替えられ、長浜競馬場は、軍用保護馬の鍛連場となり、1940年から1944年まで、軍用保護馬鍛連競争が行われた。また、三橋競馬場は、廃場となった。1946年、地方競馬法が交付されたことを受け、同年長浜競馬場において、 地方競馬が再開された。1948年に競馬法が交付されて、以降は公営となり、高知県、高知市が主催者となった。1950年6月、馬券売り上げの不振から、長浜競馬場は廃場となり、以後は再建された三橋競馬場において、地方競馬が開催されるようになった。1967年、高知県及び、 高知市、南国市、土佐市、久保川町、大津村、日高村が高知県競馬組合を設立。囲碁道組合が高知県における地方競馬の主催者となった。1985年3月、三橋競馬場を廃場。同年4月より現在まで高知競馬場において地方競馬の開催が続けられている。 2003年夏から2004年夏にかけて、高知競馬場集積大級社が管理する春うららをめぐって、全国的なブームが巻き起こった。徳島県において、近代競馬が盛んに行われるようになったのは、1927年に地方競馬規則が交付されてからのことである。それ以前は、主に300メートルほどの直線形の馬場と農工馬を用いて競馬が行われていた。 1926年、板野軍畜産組合が、競馬試行の許可を受け、同年2月に、花園競馬場において、競馬を開催。同年10月より、別宮川河時期競馬場において、競馬を開催。1928年4月より、競馬開催の場所を、無競馬場へ移転。1933年春より、競馬開催の場所を吉野川競馬場へ移転。 1939年、群馬資源保護法交付により、地方競馬は、組用保護馬単連競争に切り替えられ、吉野川競馬場は、廃場となった。1929年11月、徳島建築産組合連合会が、競馬志行の許可を受け、1930年4月より、徳島競馬場において、地方競馬を開催。1939年、 群馬資源保護法が交付されたのに伴い、徳島競馬場は閉鎖となった。ナルト競馬場1948年、ナルト競馬振興クラブによって、ナルト競馬場が開設され、2回12日間にわたり、地方競馬が開催された。同年7月に競馬法が交付されて、以降は、道場において、公営の地方競馬が行われるようになった。また、同年より、 徳島競馬場で徳島県徳島市川内村が主催する地方競馬が開催されるようになった。鳴門競馬場における地方競馬は1953年7月31日、徳島競馬場における地方競馬は1955年限りで廃止され、両競馬場は廃場となった。香川県においては明治以降、祭典競馬が盛んに行われ、昭和期にも 北郡平井町や水三軍艦のんじ町において、畑競馬という名称で、採点競馬が行われた。1929年7月5日、香川県畜産組合連合会が、競馬志向の許可を受け、株式会社さぬき競馬クラブが建設した、仏生産競馬場において、地方競馬を開催するようになった。1939年、群馬資源保護法が交付されたのに伴い、 普通生産競馬場は廃場となった。1946年、高松競馬場が開設され、地方競馬が開催されるようになった。1948年7月の競馬法公府後は公営となり、香川県及び高松市が主催者となった。高松競馬場における地方競馬は1954年を限りに廃止され、同競馬場は廃場となった。 愛媛県においては明治以前から採点競馬が盛んに行われ、明治以降も直線型や円形の馬場を用い、城北連平場などにおいて競馬が開催された。1929年4月10日、愛媛県畜産組合連合会が競馬志向の許可を受け、水戸浜競馬場において地方競馬が開催されるようになった。翌1930年からは、 三好競馬場においても、地方競馬が開催されるようになった。1939年、群馬資源保護法が交付されたのに伴い、三戸浜競馬場は、軍用保護場の鍛錬場となり、1940年から1944年まで、軍用保護場鍛錬競争が行われた。また、三好競馬場は、廃話となった。地方競馬法交付される安ぐさま。 水戸浜競馬場において地方競馬が再開され、1948年7月の競馬方向復後は公営となり、愛媛県及び今治市が主催者となった。水戸浜競馬場における地方競馬は1955年を最後に廃止され、同競馬場は廃場となった。ありがとうございます。